チャオ、まひろです。12月18日の睡眠レポートを見ていこうと思います。100は取れてますね。睡眠タイプはうとうとにできてないな。これなんだ、すやすやかな。あ、ぐっすりなんだ。はい、ということでアブソルの夢は破れました。今回もダメだったか。はい、ポケモンは8体に星4が1つかな。はい、マスター9で寝ましたね。さあどの子が来てくれてるのか。あら、かわいい。お腹の上ね、トゲピーだね。はい、じゃあ左側から見ていきましょうか。うそ、8と、レアコイルかな。はい、それと、ドードリオだね。はい、それとこれはゼニガメか。はい、で右側行ってみようか。なんかいるかな。あ、レアコイル。うわめっちゃでかいのおる。なんだこいつ、磁場コイルか。はい、それと、カラカラ行こうか。ガラガラか。あ、ガラガラだね。それと新しい寝顔のこいつ、磁場コイル。すげえ。はい、初めてだね。まあでもね、コイルの厳選は終わってるから、まあ別にいらないよね。ゲージもめちゃくちゃでかそうだし。あ、ドードリオ行ったね。じゃあドードリオ取ろうかな。ちなみに磁場コイルはこれゲージ20かな。いや、すごいよね。はい、じゃあドードリオにあげようと思います。ドードは、あ、でもゲーセン終わってんのか。なんかチェック入ってんな。ゲットできないか。サブレどうかな。まあ別にあげなくてもいいかな。無理にゲットしなくても今日はいいかな。はい、ということで、このまま磁場コイルでいいかな。いや、御三家の方がいいかな。じゃあゼニガメにしておこうと思います。はい、ちょっとさ、ランク、自分のランク上がってほしいんだよね。カンストしちゃってんだよね、ポケモンのレベルが。はい、ということで、今週からね、ホリデーイベントだったっけ。ということで、無事に若草来ております。皆さんもちゃんと若草に来ていますでしょうか。若草だからね、イベントは。はい、じゃあちょっとみんなのご飯を回収してって、ね、今週はこんな感じの、メンバーで行こうかなと思ってる。私のね、玉ざらしちゃんが、最強玉ざらしちゃんが活躍する時が来ましたね。はい、ただね、料理ね、どうしようかね。サラダなんだ今週は。ブラッケチョコレートサラダで攻めるのがいいかな。まあ村チョコサラダかな。これで、牛乳も入れていって、牛乳ね、あんまり
高くないから入れたくはないんだけど、入れたくないんだけど、あ、卵がちょっと多いから卵足して、あとは牛乳でいいかな。牛乳のね、エナジーが少ないからさ、98でしょ。まあでもね、牛乳だけ余ってくかね。あ、でも13000もいくんだ。はい、やっぱこれが一番コスパがいいんだろうか。ただね、肉がね足りなくなるだよね。だから今人影入れてるんだけど、まず肉落とすキャラいないから。さあどこまで行った？あ、スーパー1。今日はスーパー2ぐらいで寝れるかな。はい、あれ大きくなんないけど、あれあれ、スーパー3だったわ。なんでこれが、これが料理の分かな。はい、え、大きくならんけど、カビゴンがバグってるよ。はい、で今週やってるイベントがホリデーイベントになってて、ダブル夢のかけらリサーチということで、夢のかけらの獲得量がいつもの2倍になっているということで、それプラスアメブーストが追加されてると。それと、まあ、ミッションがあるよっていうのと、新しいポケモンが3体出てくるのかな。あ、このポケモンたちちょっとわかんないんだけど、うん。で、睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも多く出現ということで、まあ何とっても、ランダムに出てくるっていう感じかな。あと夢のかけらゲット S の効果量が2倍になるということで、夢のかけら S 持ってんのがルカリオと、ニャースとか持ってたっけ。まあそこら辺を入れてあげるといいのかもしれないけど、まあ私的にはそのなんだ、その2体を入れるよりもカビゴンのエナジーをがっつり上げて育成を頑張った方がいいんじゃないかなと思うので入れてません。はい、でうちの今強いポケモンタマザラスちゃんの方をレベル上げようと思って、はい、木の実の数 S ついてるからね。とりあえず進化させたくて、いや進化よりレベルをがっつり上げちゃった方がいいのかな。別にね、飴の数がいや、でももう一つぐらいには上げたいよね。とりあえず25まで、あ違う、飴ブースト使わなきゃいけない。もう右上に雨ブーストっていうのがあるから、これを押さないとブーストされないので、みんな気をつけてくださいね。はい、じゃあ25までとりあえず上げたいと思います。お、雨ブーストにより得られる EXP が2倍になる代わりに夢のかけらの消費量が大きくなっています。よろしいですか。すごいね。6倍だっけ。はい、まあじゃあこれでね上げてみようと思います。さあ556から、わーちょっと上がったね。はい、さあでも30に上げちゃったらさ、え、30に上げたらリザードン入れなくていい。え、でもさ、落とすかな食材。いや食材確率アップついたけど、いやー、あげちゃうか。え、あげれるかな。ちょっと待って、あげれないわ。あ、違う、ま、アメブーストだ。ブーストしたら、あ、いける、30まであげちゃおう。あれれれ、ちょっと待って、
はい、これで38個か、あげる。はい、いけるね、夢のかけら、いけるね。よし、玉ざらしレベル30まで上げました。 SP 見えない。どこまでいってんの。824、まあそこそこかな。進化は40個必要、あと2個。待って、バンドアーム S1 個使えばいけんじゃない。これ進化いこうか。もう30まで上げたらとりあえず一段落って感じだもんね。うん、はい、じゃあ1時間27分からどのぐらいで変わっていくのか。てか玉ざらしの次って何になるの、わかんないんだけど。さあ、いやー久々の進化だわ。おめでとう、玉ざらしはトドグラーだって。あのかわいいかわいい姿からこんなになっちゃった。1100、すごっ。1時間2分、30分ぐらい縮まった。で次の進化は33、レベル33も必要なの次の進化に。結構きついね。はい、ということで、どうしよう。バタフリーはねとりあえず入れてるけど、まだ厳選済んでないんだよね。たださ、お手伝いスピードがめちゃくちゃ速いからこの子はとりあえず入れてんだけどさ、まあちょっと、入れ替えしながら頑張ってみようかな。はい。こうなんかさ、邪魔くさいんだよね。ちょっと地味にここにピカチュウの形をした、何これ、鎌倉、ミニ鎌倉があるんだけど、これ邪魔くさいんだよね。あ、これカビゴンだ、かわいい。はい、ということで、あ、上にピカチュウもいる、かわいいね。ということで、今日はこんな感じになりました。まあ、特にね、今日はゲットはできなかったんだけど、今週ね、新しいポケモンとかに出会えたらいいなと思うので、またね、毎日動画の方を撮っていこうと思います。いや、めちゃくちゃ楽しみだね。ホリデーイベント一緒に楽しみましょう。ということで、よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。